とうさん、はい、なんか結構ツッコミどころ満載なんですけど、何がすか。いや、なんかちょっといつもと違いますね。え、何が違います？そうですね、まあなんかエヴァではなくて、なんかあれ、これ何ですか、これ、何のキャラですか。僕あの異世界転生したんですよ。あ、転生したんですか。そう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 。何、え、そうなんですよ。それ何ですかね。イトミンですね。イトミン、はい、若菜はイトミンですよ。若菜はイトミン、はい、どうすか。いや、もうイトミンってあれ、イトミンですよ。あ、イトミン、このエクスプロージョンのイトミン。ああ、エクスプロージョンね。エクスプロージョンのイトミンです。はい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 、はい、まあね、今日も何でこんな格好したというと、はい、このスパの、はい、今3期始まってめちゃくちゃ面白いじゃないですか。あ、なんと藤木亮さんがこのスパの、はい、くじが始まってるんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ、はい、まあね、そちらの方をちょっとね、タクミンさんと一緒に弾いていきたいなというので、はい、ちょっと気合い入れてみました。いくつでもエクスプロージョンを放てるようにそう来ましたんで、はい、まだあのマジックポイント満杯に入ってるんで、はい、満杯で一発を弾けるんで、一発は、そうですね、はい、一発ですよね。一発はやってます。イトミンは一発なんですね。イトミンも一発です。一発で、あ、一発やるのも好きですけど一発打つのも好きなんで一、はい、日に一発しか打てないんで一発、あ、一発、あ、一発です。一発、あ、一発、エクスプロ僕のエクスプロージョンは一発しか打てないんで一発しか打てないんですね。そう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 、はい、一発やって言われたんで昔から。まあでもね、そこに集中するってことですね。そう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 、はい、じゃあそこはドンとめぐみみたいな感じで、はいはい、あの一発魔法を使って終わりますんで、はい、あ、わかりました、はい、じゃあとりあえずくじ引き王さん準備しましょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、このスバラインナップの方だけいいですか。はい、はい、こちらこの素晴らしい世界に祝福を3ですね。はい、オンラインくじ、はい、2024年の4月の23日はい、から2024年5月の14日までやってますんで、はい、でもうすぐ終わっちゃいますからね。1回770円。そして気になるラインナップなんですけど、まず S 賞選べるビッグタペストリーが1/100。1/100。100分の1です。でも選べるんで、はい、当たった瞬間アクアか、はい、メグミンかタクエス選べますんで。イトミンは何を選ぶんですかね。イトミンはアクア好きなんで。キャラブレてませんか、大丈夫ですか。僕アクア好きなんでね。あ、そうか、そうです、そうです、ね、僕のダメ髪なんで、はい、はい、そうですね、じゃあアクアやるよって話ですけど、ね、行きましょうか、はい、次 A 賞の B2 タペストリー、はい、こちらが1/4、1/4、はい、こちらの方は選べません仕様になってます、うん、なんでアクアが出るか恵みが出るかダカが出るか分かりませんと、はい、いう感じですね、はい、次 B 賞ですね。こちらアクリルスタンドフィギュア、なんとこちらが1/12、12% なんですか。はいはい、でなんか出るかもしれないですね。出そうですよね、はい、でこちらの方はもちろん選べない仕様なんですけど、アクア、メグミン、ダカです。あ、外れなしですね。ありますんで外れなしです。 C 賞はミニカラクリルスタンドフィギュア、はい、こちらが1/36なんですよ、はい、36% なんで3回エクスプロージョンを放てば1個出ますよっていう確率なんでね。しかもこれ結構ねキャラ多いんですよ。アクアとかね、メグミン、ダクネスで、しかもいろいろとね、この服がね、こっちバージョンもあるんですよ。今回チアがあるじゃないですか、はい、でもこれはね、ちゃんとアクアの服とかダクネスとかメグミンとかね、イトミンとかありますんで、はい、これいきましょうよ。ただ選べませんよと、はい、6種類ですね。で D 賞、はい、75mm の缶バッジ、こちらが1/47、だから約 47%、 もう半分の確率で缶バッジですよと。でも缶バッジもこれ可愛いんで、デフォルメされたやつとか普通のね、このチアカールとかいろいろありますんでね、こちらの方が全部で9種類だから、この9分の1で何かが当たりますよという感じになってますね。はい、以上が今回のラインナップになってます。たくみさん、じゃあどうします。たくみさんはめぐみんですもんね。そうですね、めぐみん推しですもんね、はい、なので僕はアクアなんで、僕正直これね、タペストリーよりもこの B 賞のアクリルスタンドフィギュアが欲しいんですよ。あ、私もです。そうですよね、はい、なのでこれどちらかの推しが出るまでいきましょうよ。わかりました、はい、はい、アクア出るかめぐみ出るか、はい、行きましょうか。イトミンのアクスターあるんですか。イトミンはまた作りますわ。あ、そうですね、ベッドで、はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ僕まず1回打っていいですか。はい、ここに進む、はい、ですね。で、カートに入れる、はい、入れました今、はい、ドキドキしますね。購入手続き、じゃあ行きます、はい、さあ来ました、読み込み中ですよ今。
楽しみですね。楽しみですね。くじ引きますよ。はい。さあ、もう一発だてよ、これ。はい。さあ、今、みこさんが弓を引いて、当たりました。おー、やった。え、マジで B 賞のアフガ。やば。あれ伊藤さん、ちょっと引き、髪がやばくないですか、今。え、今、僕今、エンペラモード入ってます。やばいっす。賢者じゃなくて、エンペラモード入ってますね。もうこれもう僕、終わっていいですか。なんで、一回だけ高見さんとください。そうですね。高見さんはもうめっちゃ国家勝負してください、ね。はい、そうですね。私も一回でね、全部に引けばいいんですよね。ちょっと変わりますね。はい。このスバ今、僕出しちゃったんで。はい。いや、これ、かわいいな。かわいいですよ。もう一度購入するですね。そうですね。はい。はい、くじを引く。はい。来た来た来た。みこさんが引きます。はい。スキップ。あっ。え、なんすかなんすかなんすか。見せちゃっていいんですか、これ。いいっすよ、いいっすよ。アクアの缶バッジです。おお、いいじゃないですか。一応さん推しですね。そうですね。じゃあ、はい、もう一回、たくみさん行きましょうか。また行くんですか。うん。たくみさんだって、ペングミンですもんね。うん、あれイトミンじゃないですもんね。そうですね。うん、はい、じゃあ、くじを引く。はい、お願いします。はい。はい、いいですか。お、はい、すごいですよ。お、なんすか。アクアの悪質アクアしか入ってないですよ。これあれですか、あの僕のためのグジスト。そうですね。アクアまみれじゃないですか。はい、もう一回行きましょうか。そうですね。はい、多分ね、恵みに出るまで。せめてなんか恵みに出してくださいよ。ね、はい、課長風月。はい、じゃあくじを引きます。はい、お願いします。はい、みこさんが行きます。はい、なんか嫌な流れだな。あれダークネスの悪質さです。これちょっともう一回集まっていいですか。あ、いいですいいですいいですか、大丈夫です、はい、まあ、これで5回ですかね。そうですね、はい、まあまあちょうどいいですよ、5回ね。はい、でも白菜出ましたね。はい、はい、いきます。はい、はい、みこさんが行って、はい、はい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 。あ、なんかですね、いきますよ。はい、 B2 ダクネスのタクシトリ、おめでとうございます。ありがとうございます。神吉じゃないですか。神吉じゃないですかね。いいでしょうね。、はい、確率的にね、最高じゃないですか。ダクネスファンとアクアファンには。そうですね。あとまた何回やるんですかね、これね。もう一度購入するで1個ずつやった方がいいですかね、確率、ね。まあそうですね、はい、神引きは神引きですよね。神引きすぎますよ。ね、うん、だって変なの当たってないですもん。そうですね。じゃあくじを引く、はい、お願いします。はい、いきます。はい、はい、ダクネスの缶バッジと。これあれじゃないですか、伊藤さん。1回ずつやってるからいけないんですね。そうですね。じゃあちょっと4回いきますか、ね。お、いきますか。5回いきましょうかね。じゃあそれ最後にします。そう、これ最後にします。これね、やりすぎてもね、はい、あれだし。まあ、確率はこれパチンコと同じなんで、一定の確率で回ってるやつなんで、はいはい、一番上ちゃいますからね。そうですね。あ、じゃあエクスプロージョン。いいですか、はい、伊藤さん。はい。伊藤さんが、伊藤民からもらっていいですかね。いきますよ。はい。エクスプロージョン、いや、来ましたね。じゃあ、1球を引きます。5回です。はい、はい、じゃあ、ニコさんが行きましたね。またね、矢を放ち。はい。エクスプロージョン！なんか、はい、あなたの好きなデザインを選べます。え？ S 賞。マジで？マジで？神引きじゃないですか。やりました。やりました、やりました、やりました。めぐみ、めぐみ。え、マジで？これ。すげえっすよ。で、ダクネス。ダクネス選んだんですか？見ていきましょうか、うん、これね。はい。アクア。アクア。アクア。あ、メグミ、おー、次へ。で、これ、いいでしょうね。結果。すごいわ。このスバ。今回、このスバの、はい、くじ引き堂さん。はい。勝ちですよ。勝ちですね。めちゃくちゃ勝ち。そうですね。はい、この動画がある頃にはひょっとしたら終わってるかもしれないですけど、もうくじ引き堂さんいろんなキャラとかやってくれますからね。はい、ぜひとも皆さんもくじ引き堂さんでチャレンジしてほしいと思います。ただね、熱くならないようにだけ、一番くじと違って確率変わらないんで、ある一定でぐるぐる回ってるだけなんで、皆さんね、散財しないように何回か決めてやっていただけたらなと思いますよね。はい、じゃあたくみさん届いたら送ってくださいね。アクアだけでいいんで。はい、わかりました。はい、はい、じゃあそんな感じですかね。はい。はい、じゃあそんな感じで今回の動画をいただきます。神チューブのイトミンでした。よろしければグッドボタンとエクスプロージョンよろしくお願いします。なんか新しいですよね。新しいですね。グッドボタンとエクスプロージョン。はい。お願いします。お願いします。